ワレン・ファレル・ワレン・ファレルはアメリカ合衆国の社会学者、著述家。専門はジェンダー論、男性学、マスキュリズムの主相者。弟と共に離婚した母に育てられた。母は49歳の時に倒れて死亡した。弟は21歳の頃、ガールフレンドとスキーに行って、ガールフレンドを助けるためにだれに巻き込まれて死亡した。また、仲が良かった親友は、 ベトナム戦争で戦死した。ファレルは当初、フェミニストの立場に共感していたが、男性が無力であることに気がついてからは、立場を変えた。モンクレア州立大学を卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で政治学の修士号を、さらにニューヨーク大学において、男性と女性の関わり合いの変遷という題の論文で、PhD の学位を取得。その後、 カリフォルニア大学医学部、ブルックリン大学、ジョージタウン大学、アメリカン大学、ラトガース大学等で心理学を教えた。ジョンソン大統領により、アメリカにおける最も優れた教育家の一人に選ばれた。現在はアメリカ社会に存在する男性差別を告発、批判する著作を数多く執筆している。著書、ザミス・オブ・メール・パワー等において、 徴兵制度が男性にのみ強制されること、離婚裁判の結果において親権が父親に与えられないケースが多いこと、危険な職種に男性が多いこと、野宿生活者の大多数が男性であること、自殺者の多くが男性であること、平均寿命の男女差、男児への活例の強制などについて男性差別であると指摘し、現在のアメリカ社会のあり方を強く批判している。また、 フェミニズム用語である、ガラスの天井に対して、ガラスの地下室という用語を提唱し、男性差別の実態を説明している。ありがとうございます。